幼女神器。ん？どうされました？バイス注意。なあ、先の戦線での行動を少佐殿に咎められた時のことを思い出してね。バイス注意、先ほどの行為は何だ？第22野戦航空魔導戦技共犯規定に、対地襲撃に際し敵対空陣地を見つけた場合は共犯では迂回が推奨となっております。ああ、そういうことか。注意、はっきり言っておく。あれに撃墜されるような航空魔導士がいれば敵より先に私が殺してやる。ですが少佐殿。いいか常識人、一度だけ説明しよう。貴様は単発式歩兵銃が有効射程いっぱい弾幕射撃をすれば魔導士の防覚を突破できると考えているのか？大変申し訳ありません。機関の過失はあくまでも不適切な訓練によるものと裁定しておく。やはり実弾演習をやって正解だったな。はっ、恐れ言います。やれやれ、これほど簡単な実弾演習でも問題が出てくるとは。存外帝国の末端はガタガタか。嘆かわしい。あれほど恐ろしいと感じたことは訓練でもなかった。わかります、注意。だが少佐殿はどれほどまで分かっておいでなのだろうか。と言いますと？共犯を超えた冷静な判断力と戦果。あの落としで白銀の名を冠されているのは伊達ではないとは思ってはいるが。私には少佐のお考えはまるで分かりません。でも少佐が注意を大隊副長に任命されたということは少佐から高い評価をいただいているということだと思います。本当にそう思うか？はい。高い評価かどうかは知らんが、まあ失望はしていないぞ。少佐殿。バイス注意、機関は常識に凝り固まってしまった頭を少し柔らかくしていくしかないな。はっ、承知いたしました。何、私も昔はそうだった。要は経験だよ。私も昔はそうだった。少佐殿はあの落としでどのような人生を歩まれたのだ。